はい、ケンズキャンプ TV です。ちょっと質問者さんの方からあったコングの後部座席部分がこうソファーみたいにならないのかっていうところ、実はなるのでちょっとね、取り忘れちゃったんでそれ取っていきたいと思います。じゃあ実際にね、ソファーにしていきたいと思います。で、簡単なんですけど、前回の動画見てくれた人は分かると思うんですけど、まあ、これね、この最後にパタンって閉じるところを別に閉じなければこれでもうソファーになるんですね。よいしょ。はい、こういう感じでね、ソファーになります。で、まあこういう感じでくつろいで、まあなんか料理したりね、まあこのテーブルでなんか食べたり、まあくつろげるっていうことですね。今ちょっとね、引きでも取りますからね。はい、ちょっと座った感じは今みたいな感じ、こういう感じね。バビクライングできるのかな、もうちょっと。あ、結構リクライニングっていうか倒せます。ハイバックじゃないんで、こう首は押さえられないですけどね。はい、じゃあね、じっくり撮ってきますよ。こういう感じですね。まあ、角度を変えたければこういう感じ、なんかあの座椅子みたいな感じですね。一番こっちまで行くと下ろせて、3段階あります。はい、こんな感じですね。はい、まあそんな感じでね、こうやってソファー展開にして、コングはまあ居住スペースを楽しむこともできます。前回の動画でね、ちょっとここも撮ってくださいっていうのをね、今あのお答えしにこう撮りに来てるんで、またあの気になる点とか撮ってくださいってなったらすぐ撮りに行くんで、ぜひコメントください。分かりやすかったかな今日ということでね、今日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。